こんにちは、れっちゃんでーす。今回もモンストやっていきたいと思います。はい、今回はですね、12時から解禁された佐々木小次郎の獣神化使ってみた動画撮っていこうかなと思いまーす。はい、ということでですね、詳細見ていきましょう。おっと、間違えた。はい、佐々木小次郎。いや、可愛いっすね。可愛いっていうか、まあ、綺麗な感じのイラストですね。いや、いい感じです。で、攻撃力、こちらもパンドラ同様3万ございます。いや、バランス型で3万ってすげえな。昔はそんなんなかったっすもんね。いや、すごいなと思います。では、アビリティ行きましょう。マインスイーパー L。で、アンチウィンドと神キラー L ですね。そしてゲージ、アンチブロックということで、神化ベースかな。神化ベースに、ウィンドが追加されたって感じですかね。確か。合ってるかな。で、シンカーも、神キラーが確か乗ってましたよね。マインスイーパー神キラーでしたね。って感じで、これらも合体したみたいな感じのキャラですね。SS は反撃モード。最高16ターン。って感じですね。失礼。友情コンボ。8方向レーザー EL と、調教貫通、ロックオン衝撃波6ですね。レーザーに通らない相手に、まあ、無属性ですが、貫通ロックオン衝撃波が通るので、結構いいんじゃないかなと思います。ラックスキルはシールド。って感じですね。で、今回はイザナミゼロに行こうかなと思います。で、一応リーダーをトガヒミコにして、まあ、3体分の友情がこう出て乗るような感じでやっていこうかなと思います。さあ、こちらですね。イザナミゼロ、行きたいと思います。さあ、やっていきましょう。さあ、まず、友情、見ていきましょう。8方向レーザーと、調教貫通ロックオン衝撃波。うわ、強えな。で、雑魚3体消滅。いいっすね。もう一回。あ、いいね、いいね、いいね。いや、強すぎだろ。神キラー強え。さあ、ここ反撃モード、打っていきたいと思います。誰に打とう。まあ、適当な感じで、全員に打ちますか。自強化入ってますね。確か。反撃モード。強えな。やべえな。やっぱ強えな。いいっすね。さあ、ボス戦です。いい。爆発的な火力。もう一回、一段階目打って反撃モードにしましょう。はい、では二段階目も打ちたいと思います。え、早い。意外と早い。意外と早くね？さあ、これも打ちましょうか。
いや、もう相手死にかけです。ボロボロ。最後は佐々木小次郎4体になって終了です。はい、いかがだったでしょうか。いや、純粋に強いキャラですね。友情にキラーが乗るって時点も強いと思います。ウィンドブロック持ちなんで、最近そういうの多いじゃないですか。それにも対応してますし、マインスイーパーってところも結構いいんじゃないかなと思いますね。そのマインを取ってから殴んないと火力が出ないとかっていうクエストが結構多い気がするので、いや、いいキャラになったなと思います。はい、ということで、今回はここまでで終わりにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せておきますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。